スポルティング・カンザス・シティは、アメリカ合衆国の中西部、カンザス州の都市カンザス・シティにホームを置く、サッカークラブである、メジャーリーグサッカー所属。1996年のメジャーリーグサッカー開幕時から、同リーグに参加しているクラブの一つ。当時のクラブ名は、カンザス・シティ・ウィズ。これは、オズの魔法使いの主人公、ドロシーの出身地がカンザスであることにちなんで、 魔法使いからつけられた。1997年シーズンより、カンザスシティ・ウィザーズとなった。創立時のオーナーであったラマーハントは当時、他にアメリカンフットボール、NFL のカンザスシティ・チーフス、同じメジャーリーグサッカーのコロンバスクルー、FC ・ダラスのオーナーを務めていた。2007年まで本拠地としていた、アローヘッド・スタジアムは、ミズーリ州カンザスシティをホームにしているチーフスと、 共同で使用していた。2008年シーズンよりカンザス川対岸のカンザス州側に移転したが、2009年までは野球場のコミュニティアメリカボールパークを暫定的な本拠地として試合が行われた。同スタジアムは野球の独立リーグ、カンザスシティ,ティボーンズのホームスタジアムであり、ウィザーズは同球団との合意によってスタジアムを使用した。2011年に本拠地として、 サッカー専用スタジアムのチルドレンズマーシーパークが完成した。2004年まではウェスタンカンファレンスに属していたが、リーグのエクスパンションが行われたこと等に伴い2006年にイースタンカンファレンスに移り、2015年より再びウェスタンカンファレンスに変更される。2006年、クラブがラマーハントからスポルティングクラブに売却され、 2011年シーズンにより、クラブ名をカンザスシティウィザーズからスポルティングカンザスシティに変更した。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。